皆さんごきげんよう、銀蝶です。最近だいぶ冷え込んできましたね。皆さんどうお過ごしですか？本日は私、天崎銀蝶の日常を淡々と流したいと思います。それでは行ってみましょう。どうぞ。お楽しみいただけただろうか。彼はこの後、いつも遊んでいると時間が過ぎるのが早いと言っている。全く恐ろしいことである。皆さん、ご視聴ありがとうございました。またのご視聴お願いします。まあこんな感じですかね。はい。それじゃあ皆さん、さようなら。